サワークリームベースのアイシングアイシングとは焼き菓子を覆う甘いクリーム状のペーストである。アメリカでは主にフロスティングと呼ばれる。アイシングにはホイップクリームのほか、バタークリーム、マルチパン、ホンダンなどが使用される。ココアパウダーや着色料を加えて色をつけたりクリームの絞り出し袋の口金の形を変えることによって色や形に変化をつけることもできる。ウェディングケーキや バースデーケーキ、カップケーキ等のデコレーションによく使われる。コーンフレークのフレーバーの一種であるフロストの名称も同じ意味で用いられている。砂糖のアイシングができる前は、香辛料入りシュガーペースト、アーモンドペースト、クインゼリーなどが使われ、中世ヨーロッパでの祝宴の余興であるサトルティーズの出し物、人物や動物、 白や風景などの彫刻が作られた。また、18世紀前半までは、アイシングはオーブンから出した熱いケーキにバラス入りの卵白を塗り、砂糖を振りかけてから再び低温のオーブンに入れて乾燥させるという手法で作られていた。18世紀後半からは、ケーキとアイシングの間に熱いマルチパンを塗るようになり、この熱を利用することで低温オーブンに戻すという工程が不要になった。 また、同時期に、粉砂糖あるいはアイシングシュガーと呼ばれる非常に細かい、砂糖の生成が可能になり、アイシングを滑らかでピカピカにするために、熱で溶かすという工程が不要になった。ロイヤルアイシングは、結婚式やクリスマスケーキに塗る。最初期のアイシングと同じ材料を用いて作られ、乾くと硬くなる。ウォーターアイシングは、粉砂糖と水を混ぜただけの砂糖衣である。また、 ボイルアイシングは、ウォーターアイシングを煮詰めたものである。これらのアイシングは硬くなく、ふんわりした食感が残る。ビクトリアサンドイッチなどの柔らかいケーキやマフィンに、使われる。アメリカのセブンミニッツフロスティングは、ロイヤルアイシングと同様の材料で作るが、工程が異なり、甘みの強いメレンゲのような食感になる。フランスでは、溶かしたチョコレートガナッシュか本棚を水で薄めた。 本段ンンアイシングが使われる。ニコラ・ハンブル、ケーキの歴史物語原書房2012年、35から41ページ。ISBN 978から45億6204万7840。ニコラ・ハンブル、ケーキの歴史物語原書房2012年、35から41ページ。 ISBN 978から45億6204万7840ありがとうございます。